イーゴリ聖鎮イ,イーゴリ・イワノビチ聖鎮は、ロシア連邦の政治家。2008年5月12日から2012年5月21日まで、第2次、ウラジーミル・プーチン内閣で、ロシア連邦副首相を務めた。2012年5月から、ロスネフチ会長。プーチン政権によって台頭した、シロビキの代表格の一人。1960年9月7日、レニングラードに生まれる。 1984年、レニングラード国立大学ロマンス語文学部を卒業。大学卒業後、モザンビークにおいて、対外貿易公団、テフノエクスポルトの通訳として働き、その後、軍の通訳としてアンゴラに赴く。しばらくの間、レニングラード大学の外国科で働いていた。フランス語、ポルトガル語に堪能。1988年、教官。 主任教官、一級専門官として、レニングラード市人民大議員会議執行委員会、対外関係局に勤務。1991年、レニングラード改め、サンクトペテルブルク市の主任専門官、副市長官房長補、官房長、第一副市長官房長兼対外関係委員長、などを歴任し、同市第一副市長だったウラジーミル・プーチンの個人秘書となり、 強い関係を築く。1996年、アナトリー・サプチャーク市長の落選に伴い、サンクトペテルブルク市長を去り、プーチンと共にモスクワに移り、一級専門官、総務局対外経済関係局在外、所有業務課副課長として、大統領府に勤務するようになる。1997年、大統領監督総局の課長。1998年、 大統領府副長官となった、プーチンの顧問に就任。1999年、第一副首相秘書局長を経て、プーチン首相の秘書局長、官房第一副長官に就任。2000年1月、プーチンが大統領代行に就任すると、大統領府副長官に任命された。2004年3月25日、大統領府副長官兼大統領補佐官となる。 同年7月にロスネフフチの会長に選出されてからは、産業界に影響力を及ぼしている。経歴上、治安機関での勤務経験は認められないものの、一部報道では、KGB 出身者とされ、大統領補佐官のビクトル・イワノフと共に、プーチン政権における白引きの総帥と、自他共に認じられる存在である。プーチン政権による、新興財閥抑圧、特に、 ユコス事件では、聖鎮が中心的存在であったとされる。2014年3月19日に、東京で行われた第6回日露投資フォーラムのパネルディスカッションに、ロシア側パネリストとして出席した。パネルディスカッションでは、クリミア危機は長く続かないとの見通しを示した上で、欧米による対露制裁は、問題の解決につながらないと牽制した。 第6回日露投資フォーラムプログラム第6回日露投資フォーラム2014年3月19日閲覧ありがとうございます